Thank you.
Sergeant. The advise order 1039.
後悔しても遅いよ。
ありえない。
7 body heat. Stranger, pretty, here in our city.
Yes, no, macula,
あら、可愛らしい子。とっておきの BD でもどう？ええ、面白そうね。待って、まずはルールの説明。無許可の録画行為は厳罰の対象よ。ドラッグとおさわりは禁止。気になる子がいたら直接声をかけずにカタログで探す。その子の BD を受け取ったらボックスに入る。そんな初心者に見える？分かってるって。あら、そう。じゃ、どうぞ。楽しんでらっしゃい。ビーディーでようこそ。かわいこちゃん。あいつもう別れたらしい。あなたの好み次第よ。何でもしてあげる。おい、こっちにおかわり。ねえ、何か出そうか。エブリン・パーカーを探してる。ここにいる？あんたは？いいよ、エブリンとデートの約束があるの。そうか、よろしく。俺はマテオだ。どうも。で、エブリンは？さあ、ここは広いからな。探し回ってみたらどうだ？大丈夫よ、マテオ。私の客だから。エブリン・パーカーよ。一目見ただけであなただって分かったわ。ならなぜ声をかけなかったの？まずは観察したかったから。で、お気に召した？あら、聞くまでもないと思うけど。でしょ？ついてきて。誰にも聞かれずに話せる場所があるから。ラウンジにいるわ、マテオ。誰か訪ねてきてもいないことにして。それで別に何もないっす。本当にちょっと激しめ。本当のことを言ったらどうなのよ。もっと変態だから。何もないんだって。レックスからいろいろ聞いてるわよ。相当腕が立つんですってね。それに信用もできるとか。評判通りだといいんだけど。そもそもデクスの言葉なんて鼻から信じてないくせに。褒めてるのに素直に喜べないの？いいえ、お世辞を言うタイプには見えないだけよ。デクスもなかなか見る目があるのね。彼との付き合いは長いの？彼と組み始めたのは最近よ。フィクサーは2種類いるって話知ってる？一方は厳しく管理して決まった人材を使い続けるタイプ。忠誠心と統制を何よりも重んじ、相手に信用を置く。デクスター・デショーンはもう一方のタイプよ。もう一方のタイプ？どういうこと？いわゆるヘッドハンターよ。彼らは他人に信用を置くような真似はしない。あくまでも自分と自分の直感のみを信じ、可能性にかけていくタイプ。もしその賭けに失敗したら、途端に全てを失うことになる。今回はデクスの直感が正しいことを祈るわ。本題に入りましょう。仕事の内容を教えて。今回の目標についてはすでに聞いてるわね。メリック、通称魂の救済。目当てはそのテクノロジーでしょ。相手はあの荒坂。つまり相当危険な作戦になる。荒坂はこの人格移植テクノロジーに何十億もつぎ込んでる。でも私が欲しいのは中にあるデータよ。チップはコンペキプラザホテルの一室に保管されてる。行ったことは？
企業の高級ホテルでしょ。あいにくそんな贅沢とは無縁でね。うん、とっても素敵なところよ。きっと気に入るわ。で、チップの正確な場所は？最上階よ。頼信荒坂のスイートにあるわ。あの頼信荒坂がナイトシティに？スクリームシートを見てないの？メディアが騒ぎ立ててたじゃない。最近のニュースは彼のことばっかりよ。サブロー荒坂に残された唯一の息子、荒坂帝国の次期社長。次期社長？ナイトシティにいる間に玉座を奪うとでも？荒坂家の真の狙いを知る人はナイトシティにもごくわずかしかいないわ。あんたはどうなの？ねえ、何か隠してる情報があるならもったいぶらずに教えて。なかなか鋭いわね。頼信は荒坂の研究所からチップを盗んだの。すでにネットウォッチとは交渉済み、彼らに売るつもりよ。何が言いたいかわかる？それともまだ説明が必要かしら。え？ネットウォッチは中立の存在じゃん。確かにネットウォッチは全ての企業にセキュリティを提供している。それが彼らのビジネスだから。でもね、今はまさに戦国時代。自分だけ成人でいることなんてできない。勝つにはなりふり構っていられないのよ。頼信が密かに盗み出したなら、チップは荒坂に警備されてないってことね。で、どこに保管されてるの？有機体の神経環境を模倣する専用コンテナがあるみたい。見た目は一般的なブリーフケースに近いはずよ。ケースはどこに？それはその目で確かめてもらうわ。そうね、他に質問がなければすぐにでも。もう十分で、次は？ここからが本題よ。来て、計画に役立つものを用意したわ。コンペキプラザのブレインダンスよ。なんで BD を？欲しいのは情報よ、スリルじゃない。あなた、 BD の使い道がボックスで見るバーチャルポルノだけだと思ってるの？ BD は究極の分析ツールよ。ブースターを使っても知覚できないような細かいディテールすら漏れなく把握できる。まさに必要な情報でしょ。で、中身は？頼信の部屋の記録よ。中の様子がわかるわ。お宝は自分で見つけて。十分な情報が取れてるといいんだけど。ちょっと待って、あんたが記録したの？ええ、記録用インプラントでね。いけない？頼信の部屋が記録されてるってことは中に入ったのね。面識があるってこと？私がどうやってこれだけの情報を得たと思ってるの？彼のことはよく知ってる。頼信とは互いに利益をもたらすビジネスパートナーってところかしら。 BD はすぐ見れるの？ジュディがやってくれる。モックスの子でね、彼女とは長い付き合いなの。 B、 大事な話をさせて。ジュディは何度も私を助けてくれた。誰よりも信用できる子よ。でも彼女はモックスの一人であって、決してあなたの仕事仲間じゃない。それを忘れないで。余計なことは言わないよう注意して。心配しないで。その辺の分別はある。仕事でもプライベートでもね。エーブ、待ってたよ。彼女は B、 例の BD の件で連れてきたの。こっちはジュディ、最高のブレインダンスエディターよ。ちょっとやめてよ、ムズムズする。よろしくジュディ。BD はコンパイル済みよ。どう？なんとかなりそう？まだ生に近いけど、ま、大丈夫でしょ。とにかく B が深く潜り込めるならいいわ。じゃ、早速調整から始めようか。たまに舞い込んでくるジグジグストリートのどぎついポルノに比べたら全然余裕だから。じゃあ早速潜って直に見てもらおうかしら。いいわね。 B はどう？生もののブレインダンス、これが初体験でしょ？
生物ってどういうこと？既製品とどう違うの？そうね、既製のものでも、ああもちろんちゃんとしたものであればだけど、現実では到底味わえないような感情や印象を与えてはくれるの。ただし大量生産品だから管理できるように制限をかけてハードコードされてる。ところが生物はまるで仮想空間にいるような体験ができる。動き回って細部を調べたり、市場に出回る BD でもエディターがまず生物のレイヤーにある感情や欲求の発露を見つけ切り出してるわけ。じゃあ座って、早速始めるから。感覚プロフィールの作成ね。どうぞご自由に。でも痛いのは勘弁してね。大丈夫、これは痛くないから。それじゃあじっと座って私を見て、分析ソフトを実行するよ。ちょっとヒリヒリするから。わかった。 OK、 次は視覚とその他感覚信号の設定ね。視力検査の時みたいにこの2つの画面をよく見て。毎回このめんどくさい調整をやんなきゃいけないの？そういうわけじゃないけど、やる価値はある。見てればわかるから、 BD 分析の凄さがね。あとは通覚リミッターを入れて。よし、準備完了。じゃあプロフィールのテストから始めるよ。サンプル BD を使ってエディターに慣れてもらう。さて、どれがいいかな？私の記録を使えば時間の無駄じゃない？リスクヘッジよ、すぐ終わるから。確かここら辺にあった。始めましょう。ええ、先に調整済みのもので慣れてもらって、それから編集モードに入りましょう。ライブ開始まで。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売るだけだ。ああ、分かってる。いいか、出し惜しみはなしだ。アドレナリンが出れば出るほど BD の値段も上がるからな。よし、行け。全員伏せろ！さっさと仕上がれ！床に傷するんだよ！金を出せ！さっさと司令塔ぶっ殺すぞ！ちょ、待ってくれ、落ち着いて！早くしろ！頭吹っ飛ばされてるのか！あ！大丈夫。コルチゾールとアドレナリンが急上昇したけど、ホルモンブロッカーが効いてくれた。あなたの体は何ともないよ。すごく強烈だった。男の痛みやストレス、それにあれは希望、いろいろと混じってる感じだった。あの前にブースターでも使ってたのかもね。ま、心配はいらないよ。設定は完璧だし、編集モードに切り替えるね。記録者の感覚配列から B を切り離すよ。そうすれば場面全体を自由に観察できるようになる。分析モード中はカメラを自由自在に動かせる。移動もズームも全てが思うがまま、自分だけのサンドボックスってわけ。分析モードでは再生速度を調節できる。必要なら一時停止も可能よ。コンソールを使って再開できるからやってみて。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもに。
この BD を売るだけだ。ああ、分かってる。すごいでしょ。でもこれだけじゃない。早送りも早戻しも好きなようにできるんだから。早速最初のとこまで早戻ししてみて。うん、OK。 じゃあ今度は早送りして。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い潜んでる。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこのビデオを売る。 OK。 ちなみにリセットして一番最初のとこに戻ることもできるの。やってみて。さあ、こっからが本番。そもそもの目的はこれだからね。分析モードでは記録者が BD に取り込んだ環境を探索したりスキャンしたりできるの。銃にフォーカスを。最初のシーンで相棒から受け取ったやつ、それをスキャンして。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売るだけだ。ああ、分かってる。いいか、出し惜しみはなしだ。アドレナリンが出れば出るほど BD の値段も上がるからな。よし、よし、ここだね。上出来よ。続けましょう。さて、分析モードでは記録者の近くで発生したノイズや会話を拾うことができるの。 BD は記録者本人が意識してなかった光景や音まであらゆる細部を記録してくれる。エディター内で音レイヤーに切り替えると各信号の発信元が視覚化されるはず。早速やってみて。OK。 店内にいくつかの音声パターンが表示されてるでしょ。一つを選んでフォーカスしてみて。よしさ、何なんだよ。何が補充に行け。ネジは俺がやるだよ。ったく、ふざけやがって。ご感想は？信じられない。本当にすぐ隣で起きてるみたい。これが BD レコーダーインプラントの力よ。あらゆる背景情報を記録し、エディターの機能で細部を引き立たせてやるの。そのまま音の分析を続けてみて。飽きたら次に行くよ。全員伏せろ。さっさと仕上がれ。床に傷つくんだよ。記録者の近くに置いた限界ラインってところね。エディターでもそれより先に行くことはできない。わかる？さっさと司令塔ぶっ壊すぞ。ちょ、待ってくれ、落ち着いて。お前らが、あれ、あなたか。さあ、さあ、どういな。生データには、記録者のサイバーウェアが取得した別のレイヤーが含まれていることもある。というと？ヒロシの赤外線検知ウェアをつけてるエブリンの記録なら、熱パターンの分析ができるってこと。なるほどね。じゃあ、男がカウンターの客を殴るまで待って。あれよ。スキャンは人間にも使える。そこの怪我してる子に近づいてスキャンしてみて。それじゃあ次、強盗が痛い目に遭う場面まで移動して。だって、さっさと司令塔ぶっ壊すぞ。ちょ、待ってくれ、落ち着いて。早くしろ。頭吹っ飛ばされてるのか。わかる？
彼はこの時自分がどう撃たれたか見てない。でもあなたは見れちゃうの。どう？ワクワクするでしょ。入り口の上の方で点滅してるのが見える？監視カメラよ。撃ったやつを捉えてるはず。確かめてみて。映像は店員の後ろの画面に送られてる。冒頭の視界に画面が入るところまで戻してスキャンしてみて。彼の相棒、きっと最初からそのつもりだったのね。この手の BD はブラックマーケットで高く売れるから。リアルな死の体験はマニアが飛びつくのよ。さて、もう十分ならいつでも終了して。BD ってすごいでしょ。ここで扱うやつは残念ながらほとんどお一人様用だけどね。じゃあそろそろ本番に行くよ。そのちょっと休憩させてくれない？まだあの瞬間の感覚がくそ消えないの。 B、 時間がないのよ。しっかりして。そうね。よし、じゃあティーバグとリンクして始めましょう。ちょっと誰よそれ。うちのランナー、セキュリティ専門、分析に協力してもらう。別に構わないでしょ。いや構うんだけど。話が違うよエブリン。ティーバグはプロよ。それも意識が高すぎて困るくらいの。信用できる。だから何なのよ。ちょっとジュディ、あなたを危険にさらすようなことはしない。わかるでしょ。わかった。そのランナーに連絡したらダイブするよ。B、どうしたの？バグ聞いて。コンペキプラザの情報が手に入った。ブレインダンスよ。コンペキ？そんなことかと思った。誰かと一緒なの？ジュリーとエブリン。大丈夫よ。BD のことで手伝ってもらってるの。そうで、肝心の要件は？あんたの力を借りたいの。ダイブしたら何に注意すべきか助言して。わかった、やってみようか。接続開始。私のアクセスを許可してくれる？ポート1779を開放。セキュアプロトコル。よし、今リクエストを送った。来た。準備はいい？待って。OK、接続を確認。あとは簡易アイスを。よし、踊りましょうか。ジュディ、始めて。さあ、頼信がレリックをどこに保管してるか突き止めるのよ。宅配便のご到着が。エブリンの、彼女の恐怖を感じた。すぐ平静を取り戻したけど。いい加減しつこいぞ。これでは私の立場が。全ては大義のためだ。くつろいでてくれ。こっちはすぐに。会話をよく聞いて、重要な情報があるかも。いちいちうるさいぞ。こちらすぐに終わり。プログラムはまだ試験段階です。地上に出すわけには。いちいちうるさいぞ。あなたのお父様はこのプロジェクトに強い関心を示されています。リスクについてきちんとご説明を。そこまでにしておけ。あの日から見た老いぼれの話を俺にするな。あいつから聞くことなど何一つない。何のビジョンもない大山の大将が。今のは聞かなかったことにします。ならばこれを聞け。サブロー・アラサカは J
時代遅れの理想にとらわれた暴君だ。現実を直視することを諦め、未来に目を向けることを拒み、そもそも存在したかも怪しい過去の世界を夢見てやがる。この20年あいつとは目を合わせたこともない。そしてこの先もないだろう。レリックの保管方法についてですが、非常に特別な環境が必要になります。必ず資料をお願いください。もういい、分かる。今の聞いた？レリックの資料がどこかにあるはず、探してみて。なるほど。ほら、もういいだろ。なんてってば、いいの探してるの。装填済み、セーフティーはオン。実際にこの部屋に行った時、役に立ってくれそうね。特殊な温度調節コンテナのマニュアルね。レリックは低温で保管しろって。冷凍庫に入れとく必要があるってこと？ええ、そうしないと損傷する。 OK、 エディターのサーマルレイヤーをつけて、温度が分かればヨリノブのチップを見つけやすくなる。じらしやがって。ネットウォッチのカメラだ。モーションセンサーに熱感知、 IFF も搭載されてる。バグならハックできるでしょ。よ、連中のサブネットにアクセスする必要があるけど。これでは私の立場が。全ては大義のためだ。くつろいでてくれ。こっちはすぐに終わる。プログラムはまだ試験段階です。市場に出すわけには。いちいちうるさいぞ。へえ、ドナギ、何かお祝い事でもあったようね。そんなとこにあるわけないでしょ。この中じゃ温度が低すぎてチップが損傷する。熱パターンを確認。資料のスペックと一致してる。ヨリノブがここにケースを隠してるってことね。間違いないはず。よくやったわ。情報は揃ったようね。終わりにしましょう。情報は揃った。
ええ、これで十分。助かったよ、ジュディ。じゃあ、ティーバグ、また後で。お疲れ様。じゃあまた。キャッシュとあなたのデータは削除しとく。痕跡は一切残さない。持ってて、エブリンの付けにしとくから。 BD 用の携帯デバイスよ。あなたに合わせた設定をアップロードしてある。ここの機材には劣るけど十分役に立つはず。そしてあんたは危険な橋を渡らなくて済むってわけね。危険といえば、私にはあなたたちがどう見えると思う？喋って歩く屍よ。落ち着いて、大丈夫だから。あなたたちがしくじったら、きっと私も。ジュディ、大丈夫よ。そんなことにはならない。エブリン、お願い。くれぐれも慎重にね。一つの油断で、すべてが無に帰す。それがこの街よ。わかってるわ。後で、二人で話しましょう。少し歩きましょう。で、どう思う？この後はどうすればいいの？ B、 相談なんだけど、この仕事を私から直に引き受ける気はない。フィクサーを介さずに、デックス抜きで。フィクサーを裏切る気？何か怪しいと思ってたけど。デックスはただの仲介役。それも今となっては役立たずのね。エブリン、ナイトシティに鉄則があるとすれば、それはフィクサーを裏切らないことよ。うまく立ち回れば。だよ、そんな過ちを犯したらあんたの名は地に落ちる。この街じゃ生きていけなくなる。本当にやるつもりなの？それは自分に聞いた方がいいんじゃない？この先ずっとギャングと喧嘩して暮らすつもり？一晩で伝説になりたくはない？決めるのはあなたよ。もしこの話を受けたら、必ずどこかでしわ寄せが来る。そうね。受ける受けないは別として、これはここだけの話よ。あなたの取り分は 50%。 それだけあれば何でも好きなものを買えるわね。その前に死ぬことになる。デクスが裏切りを許すわけがない。フィクサーなら他にもいるわ。ただし、このオファーはこれっきりよ。少し考えさせて。わかったわ。私の番号を送るわ。心を決めたら連絡して。わかった。それじゃあね。健闘を祈るわ。私はジュディと話があるから。じゃあね、ビー。仕事は進んでるか、ミス B。 エブリンの BD は見る価値があった。そいつは素晴らしい。バグも作業に取り掛かるそうだ。ブラッドヘッドの件は今から取り掛かるところよ。ティーバグはそいつがなきゃチップは入手できんと言ってる。頼んだぞ。朝4時にジーナとバーにいたんだけど、あの子また銀行の話をするわけ。ベラベラ永遠と。でもさ、保育園に娘を迎えに行くのに。この番号を知った？知ってるのは番号だけじゃない。コンボイを探してるんだって。おい、お
いつは黙らせろ。どういうことだ、説明しろ。電話では無理、会って取引をしましょう。取引ね、いいだろう。スカイライン沿い NID に向かう最初の出口、その先の高架下に来な。待たせるなよ。バレなかったの？どうでもいいよ。シラフのやつだってあの見かけを本物と勘違いするんだから。
旅行の際には、ぜひオービタルエアをお選びください。シャキッとしな。メレディス・スタウトだ。電話してきたのはお前か。小娘が私を脅迫するなんて100年早いんだよ。なんとか言ったらどうだ。メレディス、お前は黙ったろ。まだなのか。いけます。質問に答えてもらうよ。嘘はすぐに分かる。一人で来たのか。ええ、私一人よ。事実です。周囲を捜索しろ。次の質問だ。コンボイの情報はこのクズアンソニー・ギルクリストから聞いたのか。こいつとのつながりは。そいつ、会ったこともない。本当です。ブツがどこにあるかは把握してる。手を貸してもいいけど、こっちにも条件がある。うん、言っただろ、私はスパイなんかじゃないって。黙らせろ。今すぐ私を解放しないと。そいつは解放してやれ。話を聞くとしよう。ボット、フラットヘッドを手に入れたい。コンボイを襲った奴らが持ってる。ボットをくれるなら奴らの情報をやる。連中へのアプローチ方法は。力ずくで奪うこともできるけど、向こうはボットを売る気でいる。取引してもいい。なら後者で行け。ただし条件がある。支払いにはこちらの金を使え。なるほど、分かった。それで行きましょう。支払いにはそのチップを使うこと。それ以外は考えるな。少しでも妙な真似をしたらただじゃ置かないよ。おい、やめておけ。こいつはもう死んだも同然だ。道連れにされるぞ。よし、クレジットチップのウイルスは取り除いた。
どうなったか聞かせてくれ。それってアーチ？いいバイクね。こないだの分け前で買った。かなりお得だったぜ。いくらお得と言ってもアーチなら中古でも相当値が張るでしょ。まあローンなんだけどな。だがよ、間違いなくそれだけの価値はあるぜ。ティーバグの方はどうなってる？話はしたの？デックスの山だって伝えたらやる気満々だったぜ。もう準備を始めてる。なんてったってバグはデックスが休業する前からの仲だからな。デックスはもうメイルストロームにボットの代金を支払ってる。問題は連中がおとなしく商品を渡してくれるかどうかよ。前払いしたのがバカだな。まあいい、いずれにせよ手に入れなきゃ始まんねえ。それで作戦はあるのか？相手はメイルストローム。簡単にはいかないでしょうね。ギャングの世界はシンプルだ。力が正義、弱肉強食が全て。やるかやられるか、それしかねえ。じゃあ早速虎穴に入るか。ええ、行きましょう。よし、じゃあちょいとお邪魔させてもらうとするか。しかしよ、なんでよりによってこのサイボーグどもと。ギャングなんてどれも一緒でしょ。バレンティーノズを見ろ。神と聖母の教えに従い、何よりも敬う心ってもんがある。目的と流儀、何が許せて何が許せないかがはっきりしてる。だがメールストロームはまるで得体が知れねえ。どうしたよ、フィン。